広瀬彩香は、北海道苫小牧市出身の女性モデル、元レースクイーンである。1988年10月31日、北海道苫小牧市で生まれる、駒沢大学附属苫小牧高等学校卒業。同級生に、元東北楽天ゴールデンイーグルス投手で、2020年現在は、ニューヨークヤンキースに所属する、田中雅宏がいる。2007年、 イガラシウ梅の芸名で、ルナ・フラウに所属。同年8月、トマコマイ市の親善大使、ハスカップレディに選ばれる。2008年7月、トカチスピードウェイで行われた、レースクイーン北海道ナンバーワン決定戦で、グランプリを受賞。これをきっかけに、芸能事務所、K ポイントと、マネージメント提携を開始し、2009年の、スーパー GT、モチュールサーキットレディを務める。 2020年現在でも歴代のモチュールサーキットレディとしては唯一の北海道出身者である。2010年2月には七町と共に大阪オートメッセのイメージガールを務めるが同年3月をもってルナフラウおよび K ポイントを退所同年4月よりアイスモデルマネジメントに移籍し本名の広瀬彩香に戻した。2011年は格闘技イベントドリームの ラウンドガール、ドリームガールズを務める一方、ベストジーニストの一般新人部門にノミネートされた。2012年6月、ミスアースジャパンに出場し、第2位となるミスエアージャパンを受賞する。2014年2月より株式会社ブースに移籍。同年度のミスナットを折原綾乃と共に務め、翌2015年の東京モーターショーでは、2011年から2014年まで、 モチュールサーキットレディを務めた高橋美咲らと共に鈴木ブースのステージモデルとして出演したが、その後ブースを対処指標部隊から退いた模様。ABC 折原彩乃。ここで鹿ウィーク。東京ランウェイショー終了。オリオールオフィシャルブログ。サイバーイジェント。2020年3月14日。閲覧。AB 広瀬彩香。 ミスアースジャパン、ミスアースジャパン2012、2020年3月14日、閲覧。いがらし梅、ギャルズパラダイス2009トップレースクイーン編、株式会社 3A、2009年11月15日、31ページ、2014年11月15日、閲覧。ハスカップレディー、やっぱりとま社協とまこまい社会福祉協議会、日記、グーブログ、 2020年3月14日閲覧。スパーグッド2009ニス元チームヨシキドーンプロジェクトの体制発表。モチュールニュース、モチュールジャパン。2020年3月14日閲覧。A、A.B. アザー高ノリ、東京オートサロン2010速報。レースクイーン。オールアバウト。2020年3月14日閲覧。来月に行われる。 大阪オートメッセのイメージガールを務める五十嵐梅ちゃん、広瀬彩香。ドリームガールズ、ドリームオフィシャルウェブサイト、2014年11月15日、閲覧。安倍美穂。ベストジャニスト、一般新人部門。安倍風呂。サイバーイージェント。2020年3月14日、閲覧。2012ミスアースジャパン、滋賀県出身の野田萌さんがグランプリ。マイナビニュース。 https://news.mynavi.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ06スラッシュ24スラッシュ012スラッシュインデックスドット HTML2014 年11月15日閲覧折原彩乃ミスナットを就任式オリオールオフィシャルブログサイバーイジェント2020年3月14日閲覧6代目ミスナット 2014年度納豆クイーン表彰式ミス納豆活動日記全国納豆共同組合連合会納豆 PR センター2020年3月14日閲覧 A.B. 高橋美咲ハロウィンバースデーグラスダイアリーサイバーイジェント2020年3月14日閲覧安部美穂広瀬彩花安部風呂 サイバーアイージェント2020年3月14日閲覧広瀬彩香ガールセワードガールセワード 2013AW2020 年3月14日閲覧広瀬彩香大阪モーターショー3日目スバルブースにてお待ちしておりますツイッター2020年3月14日閲覧ありがとうございます